こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。不買運動など反日扇動をして支持率を獲得してきたムンジェイン大統領が日韓関係の改善に努力すると発言したのに対し、日本、韓国双方が改善の必要がないと意見が一致していますが、日本の嫌韓の理由を韓国がまとめたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。もちろん私は日本人の友達もいるわけじゃなく、日本旅行は過去にたった一度行ってみただけです。そのままネットだけで日本のウェブサイトに接続してみてるだけなのだけど、本当に 100% 確信しました。日本人の韓国に対する敵対感、嫌悪感は本当に想像を絶やします。ガールズチャンネルという日本20、30代の女性たちの芸能情報サイトを見ましたが、嫌韓がとてもひどかったです。とりあえず韓国と関連のないスレをクリックしてみました。ある女子芸能人が日本政府を批判したという内容でしたが、朝鮮人の血が混ざった女じゃないかというような書き込みが多数でした。その女性は在日だとか韓国の根血でもないと思うけど、ただ誰かを非難するための用語で朝鮮を使用していましたよ。そしてその書き込みがたくさんの共感を得てましたね。韓国とは全く関係のないスレでも喧嘩を避けることができずに、噛める言葉さえありません。韓国人たちは日本はウェブ上だけで喧嘩が深刻なだけで、現実ではそうではないと言うけど、現実にそのような嫌悪の感情を表に出している人がどれくらいだと思いますか？ヤフージャパン、ガールズチャンネル、5CH と喧嘩でないサイトはありません。なのに、表で親切にしてくれて喧嘩ではない、いい人たちだと考える韓国人たちが多いようで残念です。そして、私が思うに、中国より韓国の方がはるかに嫌いなのです。下に見る感情もひどいようです。日本のネイバーといえるヤフージャパンで韓国、中国で検索してみても、韓国は敵対的な感情を持ったコメントであふれてますが、逆に中国には敵対的ではないようです。もちろん現実でうるさい中国人の暇な行為のために嫌う日本人たちも多いが、インターネットで見た場合、本当に嫌韓感情が深刻な国が日本のようですね。ただ嫌韓感情は皆さんが思うよりずっと大きいでしょう。それではネットの反応です。物静かな扇動に振り回される国民性だから、あまり気を使う必要はありません。だからといって私たちが慰安婦、独特問題で譲歩することはできないんじゃないですか。自民党が利害関係によってその気になれば、韓国との関係が極度に改善されるし、特番を何回かすれば歓迎する国です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。